気象速報をお伝えします。宮崎県日南市で解析雨量で約120ミリの記録的に大雨となったということで、宮崎県に記録的短時間大雨情報が発表されました。こちらの方ですけども、まずはレーダーの方でこれまでの動き見ていきたいと思いますが、こちらちょうどですね、日南市付近になりますけども、活発な雨雲の方がかかっているような状態なんですね。これが15時10分の状況なんですけども、時間の方を進めていっても、ほぼ同じような場所にずっとこの活発な雨雲の方が居続けるといった状況です。これによって16時までの1時間で約120ミリの解析雨量が観測されたといった状況になっています。この宮崎県の沿岸部の方になりますけども、こちら気象衛星ひまわりの画像で雲の動きを見ていくと、こちらは台風14号、あとそこの北から伸びる前線、そこに向かって入ってくる湿った空気がずっと流れ込んでいます。同じような場所で強い雨が降り続く状態がこの後も続きそうです。宮崎県内には土砂災害警戒情報、また自治体からの避難情報が発令されているところもだいぶ多くなっていますので、これからも雨の降り方十分警戒をしてください。特に記録的短時間大雨情報が発表された場所は、すでに災害発生している恐れがありますので、厳重に警戒してください。以上、気象速報をお伝えしました。